はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、5アウトモーションオフェンスの実例というテーマのお話をさせてもらいます。セットオフェンスを極めましょうということで連載をしていますが、今日はこういった形ですね。5アウト、5人が外にこう広がってね、広くスペースを取るオフェンスです。いろいろありますが、今日はこの5アウトの紹介ということです。狙いはオールラウンドに育てると。センターはセンター、フォワードはフォワード、ガードはガードっていうような感じじゃなくて、全部がいろいろできる選手に育てようというような狙いのオフェンスだったりするし、あとはね、小さいチームの戦い方、大きなセンターいなくてもこれで戦いましょうという、そういうのに適したオフェンスです。はい、リード&リアクトというオフェンスを紹介します。ドリブルに対してみんなが合わせていくというオフェンスですね。もう一個はシャッフルカットというオフェンスです。ボールの逆サイドがどんどん入っていくというオフェンスを紹介したいと思います。なので、まずはリード&リアクト、こちらの方からね、詳しくお話をしています。はい、リード&リアクトオフェンスって結構最近流行っていて、日本語にするとね、読みと反応ということなんですが、これ一言で言うとボールが優先でボールに合わせていくというオフェンスなんですね。結構フォーメーションってボールを持ってる人は止まっていて、オフボールのところでいろいろな計画があるというのが、まあ、いわゆるモーションオフェンスだったりするんですけれども、これはね、そうじゃなくてボールを持ってる人はとにかく攻めていくと、とにかく攻めていくと、でそのボールの動きに対して4人がこう合わせていくというような順番のオフェンスになります。でもっと言うとね、ボールを持った人もディフェンスを必ず見て読んで反応すると。まず持ったらシュートこう構えて、ね、構えて出てきたら抜いていくというような、そういうような駆け引きで、それをやってディフェンスを破っていったら周りが合わせていくという、常にこう判断と反応というところのオフェンスになります。はい、具体的にお話をしますね。こういった5アウトのオフェンスです。1番がガードとか4番がセンターとか、そういうことじゃなくて、全員が、まあ、ある意味ガードフォワード的な動きをすると思ってください。はい、で1番がドライブを仕掛けたとします。ここでね、抜けたのでガーンとドライブを仕掛けたとします。でそのまま止まっていると他のディフェンスが立ち止まっているので、ここのところ割っていけないですね。なので合わせに動くんですが、サークルモーションといって、みんなは渦巻きを描くように、ね、丸を描くようにぐるーっとこう回るんですね。そういう感じにします。そうなると1番から2番へのアシスト、それから5番がコーナーからバックドアに抜けるとか、そういうプレーがいろいろ出てくるので、ディフェンスは自分のマークマンをほっとけないということになります。はい、それからもう一つの例は逆のね、この45度のところからミドル側にドライブ、内側にドライブが起こったとき、こういうときどうするかっていうとサークルモーションです。はい、皆さん分かりますでしょうか。ちょっと考えてくださいね。はい、こういう合わせになります。ドン。はい、こんな感じですね。ぐるっと丸を描くように合わせる、まあこれがね、いわゆるサークルモーションということで、サークルモーションという言葉を、まあ私が勝手にですけど、私が勝手に日本語で、考えた言葉は、まあ、渦巻きに合わせるということですね。はい、まあこんな感じでぐる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 と、うん、あのラーメンに入ったナルトみたいに、まあ、ナルトって最近ラーメンで見ますね、まあ分かんないですけど、こういうぐる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 したなんかね、そういったもののようにぐるぐるっと合わせると、ドライブに対してサークルに合わせていくと。まあリード&リアクトオフェンスってものすごく種類が分かれてて、うん、これだけでリード&リアクト語れるっていうもんじゃないんですけど、一応一番シンプルな形としては5アウトにしてドライブしたらサークルにこう合わせていくというようなところがメインで、やると。まあ逆に言うとね、これだけで結構立派にオフェンスになるんで、ミニバスとかだともうこれで十分じゃないかなっていうぐらい、1対1をたくさん鍛えて、ドライブをとにかくボール持ったらいいから攻めろと。で攻めちゃって、それに対して周りがぐるっと合わせるっていうことだけ徹底してやったら、うん、結構強いんじゃないかなと思うんですね。まあこういった、シンプルだけども合理的なオフェンス、それがね、リード&リアクトということで、渦巻きに合わせろという話ですね。はい、もう一個シャッフルオフェンスいきます。これはね、オフボールの動きですね。ボールマンというよりオフボールの動き。はい、5アウトの形になってます。これのオフェンスの魅力は何といってもここのスペースですよね。4番と5番、それがインサイドに入ってるんじゃなくてコーナーに開くことによって、ここのスペースがとっても広く空いてるというところです。でシャッフルカットっていうのはこういうカットですね。はい、1番が2番にパスをポーンとしたら、このボールマンは
もちろん攻めるつもりではいるんですけれども、それと同時にこの逆サイドの3番がこう斜めに入っているというプレーですね。どうしてもボールが遠くに飛べば、このこっち側のディフェンスって気を抜くので、ボールが離れればオフボールのディフェンスで気を抜くので、ここでピッとこう入っていくと意外とボールが簡単にパスが入るということですね。まあこれは2番のボールマンの人がドリブルで無理くりこう割っていくよりも簡単に中に侵入できるっていうそういう発想です。なのでオフボールの方はパッとこうね、斜めに入ってきて、攻めを見せると。でもしここでボールが入ったら簡単なシュートにレイアップシュートを持っていけるし、ここで止まってもね、止まったら止まったで2番の選手がこう走り込んでいくことでワンツーリターンの形ね、ハンドオフの手渡しパスのね、こういう手渡しパスの形のバスケットになったりするんで、まあ、こういうね、プレーをやっていくということですね。でこの斜めのカットピーッと入った時にこのトップの1番がそのまま止まってると結構邪魔だったりするんですね。というのもここに1番に今図は書いてませんがディフェンスが本当はいますよね。そうするとこの1番のディフェンスがこの辺に残っちゃうんですよ。一番こうシャッフルカットで有効に使いたいスペースにディフェンスが残っちゃうんで、その場合はこういうふうに1番がアウェイするんですね。パスを2番に出したら1番はアウェイをすると、そういうふうにするとこのハイポストのスペース空くのでシャッフルカットがより有効になるということですね。はい。で先ほども言いましたけども、まあ、3番にボールを入れてもしシュート入らなくてもシュートまで行けなくてもここに入れることによってワンツーリターンのプレーができる、ハンドオフのプレー、手渡しパスのプレーね、そんなことができる、そういうこともあったり、あとはねこの3番のプレイヤーが斜めに入ってきて抜けたところが結構ぽっかり空いたりするので、こういう交差する形でドライブするコースができたりします。なのでこの斜めのシャッフルカットっていうのはとっても有効ですね。はい。まあ、こういうプレーのことをね、ハサミの動きのようなこういうような、交差する動きね、3番がギューッと入ってきて2番がそれを、使ってドライブしていく、まあ、こういうようなプレーのことをシザースカットって言ったりします。シザースっていうのはハサミのようにねチョキチョキチョキの、あの髪をこう、ね、切るハサミ、ハサミのことで、まあ、これがですね、同じような似たようなハサミみたいな形なので、シザースっていう名前で呼んだりしますが、まあこういうような動きがあるわけですね。はい。で、斜めのカット、シャッフルカットをしておいて、ディフェンスをね、ヘルプに行かせないということで、立ち止まってると、ヘルプに寄っちゃうんで、斜めのカットを使うことで、ディフェンスをヘルプさせないというようなところをやったりします。ちなみにですね、プレーの流れとしては、3番がカットして、1番がアウェイをして、もしこれパス入らなければ、入らなければですね、4番と1番がポジションチェンジをしてボールを逆サイドに飛ばすんですね。はい、こんな感じで。そしたらまた逆サイドから2番がこの斜めにカットしていくというふうにずっと続けたりすることもできます。なのでこういう斜めのシャッフルカットをどんどん左右交互にね、右から左からこうどん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 こうハサミをえぐるようにこういう感じでずっと動いていって、それで、チャンスを作っていくというところですね。でこれがですね、一つ覚えておいていただきたい言葉があって、バスケットのコツね、これすごくいい言葉だと思うんで覚えておいてください。行きたいところは開けとけと、行きたいところは開けとけ、これがですね非常に大事なことになります。今だったらゴール下でシュート打ちたいわけですよね。絶対ゴール下でシュート打ちたい。でじゃあどうするかっていうと、最初からゴール下立っちゃダメなんですよ。最初から立っちゃダメで、あわざとこうファイブアウトで開けといてそこにピッと入ってくる、そういうような行きたいところを開けとくんだよってことをね、選手に教えてあげると結構こういうオフボールの動きって活発にできるようになったりします。どうしてもね、行きたいところにね、先にこうスタスタスタと行ってね、立ち止まっちゃうんですよ。そうするとこうごちゃごちゃごちゃっとなっちゃうんで、そうじゃなくて最初広がっとくのは中に行きたいからなんだよ、行きたいところを開けとけというようなことをね、教えておいてあげると結構生徒たちは腑に落ちるんじゃないかなと思うので、この言葉プレゼントしますんでぜひ使ってください。ちなみにですね、私はですね、個人的にはファイブアウト大好きなんですよ。今まで高校生教えて16年、もうすぐ17年ですけども、その中で基本私はファイブアウトをずっと教えてきました。うん、まあ理由は最初に言ったようにオールダウンドな育成ができるし、それからまああんまり大きいセンターがいるチームじゃないので、私自身のチームがなので、まあ機動力勝負っていう感じで、まあで見てても面白いんですよね。みんながリングにどん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 仕掛けていくっていう攻撃的なバスケットが好きなんで、私は基本的にファイブアウトがすごく好きです。
で、あとセンターがちゃんと背が高い人がいて、まあ、インサイドプレーするのがすごく好きっていう子がいるときは、まあ、3アウト2イン。まあ、このシリーズの最初にお話しましたけど、迷ったら3アウト2インがいいんじゃないかなってお話しましたけど、うん、私はやっぱセンターいるから使おうかなと思ったときは3アウト2インするし、そうじゃなくて平均的な子たちのときは、まあ、スピードとコンビネーションを生かして5アウトが面白いかなっていうことで今までずっとやってきました。まあ、ミニからね、高校生まで最適だと思うんで、この5アウトにしておいて必要なドリブルの技術とかね、オフボールの動きとかね、そういうファンダメンタルをちゃんと教えていってあげるってなるとすごく面白いオフェンスだと思います。はい、デメリットとしてはね、何があるかっていうと、やっぱりこれはね、リバウンドに行きにくいんですよ。どうしても広がっちゃうんで。なので、オフェンスリバウンドに入りにくいっていうところはどうしたってあるかなっていうのは思いますし、まあ、最近ね、NBA でも5アウト結構多いんですよね。ミルウォーキーバックスとかね、これ動画喋ってるの2020年ですけども、今東の1位のミルウォーキーバックスとかは5アウト、完全に5アウトでバスケットすることが多いです。でも全くオフェンスリバウンド行かないんですね。もうシュート入ると思って、うん、まあ、それもすごいなと思うんですけど、まあミニバスとかね、中学生高校生としてはどうかな、習慣としてね、うん、プレーの習慣としてやっぱりリバウンド行くっていうことはやった方がいいかなっていうふうに思います。あとはやっぱインサイドのプレーちょっと育ちにくいかなと思います。インサイドのプレーができないわけじゃないんですが、やっぱり大きい子を育てるっていう意味では、あの3アウト2インとかでガン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 やった方が育つかなっていうふうに思います。はい、まあ外のシュートばかりにね頼っちゃ絶対ダメだということは、まあはっきり言っておくので、小さくても5アウトでも外のシュートばっかりになっちゃうと、あのそれは絶対いいオフェンスになりません。なのでさっき言ったようなシャッフルカットを使ったり、あとは最初にリード&リフトで言ったようなドライブをとにかく仕掛けていくと。とにかくドライブを仕掛けていって一回インサイドをアタックしてディフェンスを崩していくということは絶対必要じゃないかなと思うので、まあ、外ばっかりにならないようにだけ注意してください。はい、まとめになります。5アウトはオールダウンド化が図れる非常にいいオフェンスですよということですね。代表的な例としてはボールに合わせるリード&リアクト、これ一つ。それからオフボールの斜めのカットのシャッフルオフェンスですね。これ二つですね。はい、これがとってもいいと思います。それからデメリットとしてはちょっとリバウンドに弱いかなというところと、外ばっかりにボールが回らないように、外のシュートばっかりにならないように気をつけましょうと。だから大きいポストがいなくてもドライブでガンガン仕掛けましょうというお話です。はい、今日も最後までありがとうございました。このチャンネルバスケの大学ではですね、こういった感じでバスケットボールの悩み解決になるようなお話をさせてもらってます。もしよかったらですね、このバスケの大学に入学をしてください。入学方法は簡単ね、チャンネル登録のボタンをクリックするだけです。なので、チャンネル登録をしてバスケの大学に入学して、また次の動画を楽しみにしていてください。そして現在ですね、下の動画の説明欄のところに私のブログとかツイッターとか他のリンクもありますので、それぞれの形でね、バスケットボールの情報発信してますんで、ぜひそちらも覗いてみてください。はい、最後までご視聴いただき感謝しています。ありがとうございます。三原学部でした。それではまた。